はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。今日はこちらとこちらですね。ファインディングドリーロボフィッシュプレイセットとマーリンです。一つ前の動画で紹介しましたね、はい、こちらのドリー、はい、これと同じですね、ロボフィッシュのプレイセット。なんとですね、これ全長 1.8m のコース、すごいね、うん、この中でこの付属しているニモで遊ぶことができますね、はい、プラスですね、今回はお父さんのマーリンも購入しましたね、はい、では早速開けてみましょう。はい、ブカーン、おー、よし、マーリンが出た。まずこちらが水路パーツですね、はい、それとこれが岩のパーツだね。あー、うん、はい、こちらが付属していたニモですね、かわいいね、うんうん、で、片方のさ、ヒレが小さいですね。あ、そうだね、ちゃんと劇中再現されております。はい、ボタン押してみてくれます？はい、あ、ちゃんと動くね、うん、そしてこちらがお父さんのマーリンですね、はい、はい、このような感じ、はい、これもボタン押してもらえます？はい、ああ、こんな感じね。大きさを比較するとこうですね、うん、あ、いいじゃん、ちゃんと親子になってる、いいね、うん、はい、ドリー並べるとこんな感じです。あ、いいね、いいじゃん、まさにニモの世界、うん、いいじゃん、いいじゃん、これすごい。はい、それではですね、このセット作っていきたいんですけれども、はい、この部屋じゃね、ちょっとできないので、はい、リビングで移動してみたいと思います。はい、では行きましょう。はい、はい、ということでリビングやってきましたね、はい、はい、思ったよりも大きくなかったね、はい、うん、でもちょっとパパのテーブルの上ではできなかったかな、うんうん、で組み立てて水中に張っております、はい、でこのマット自体はちゃんと防水加工のマットでいいですね、うん、よかった、水族館を再現してるみたいだね、うん、うん、水族館のマップね、そうだね、ここにトイレマークとか書いてあるね。そうなんだよね、ここにドリーの水槽があったり、ここにニモとマーリンがいたりね、そうだね、この辺に何これ、サメとかね、イルカとかいたりしますからね、うん、はい、では早速泳がしてみようか、はい、じゃあニモからいきます、うん、ニモからね、入れればまたスイッチオンだね、勝手にね、はい、じゃあお願いします。左回りでいきます、はい、さと、おー、あっ、ちゃんと泳ぐ、うん、泳いでる、あ、いいじゃん、うん、あ、これはいいかも、かわいいかも、うん、かわいい、はい、じゃあマーリンもお願いします、はい、はい、お願いします。あ、いた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 、うわ、すごい、マーリンでかいからさ確かにあんまり進まないんじゃない、これ本当だ、でも面白い、ニモの方が早く進んでるね、そうだね、ニモがいいね、うん、ニモ小さいからね、うん、じゃあちょっとマーリンとニモがある程度いったらドリーも入れてみようか、うん、あ、なんかニモがニモ早いね、ニモ早い、ニモすごいいい感じ、うん、これドリーはきつい、ドリーじゃない、マーリンはちょっとつらいほら、ちゃんと泳げてないもん、重心が前に下がっちゃって、あら、頭がね下がっちゃってんだよね、だからいまいちこの尾びれで水がかけてない、本当だねえ、うん、尾びれが半分出ちゃってるもん、うん、よし、じゃあちょっとドリ行ってみましょう、はい、そのまま行っちゃって、いきます、いってらっしゃい、あ、なんかドリも安定してる、あ、本当だ、ドリはこっちだといいんだな、うん、はい、よかったこれだとちょっときつかったけどね、ガコンガコンガコンって当たっててね、ああ、マーリンが、よかった、あー、結構今水こぼれてるでしょ、いけ結構あがいてるニモめっちゃ安定してる、あ、早い早い、ニモ早い、なにこれ、ドリーこっちで本当に安定すんな、そうだね、うん、いや、かわいい、いってらっしゃい、なんか気持ちよさそうだな青いチューブの中さ通ってるからさ、うん、涼しげだよね、うん、足がくぐるようなさとこだよね、なんかこのさ、あ、そうだね、あ、止まった、
はい、ということで今回はファインディングドリー、ロボフィッシュプレイセットとロボフィッシュマーリンでした。はい、ということで今日の動画がもし良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。お願いします。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧に、はい、マーチャンネルが出てくるようになりますのでぜひチャンネル登録もお願いします。お願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。大変嬉しいです。それとマーチャンネルは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますのでぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。ちょっと最後ね、なんかこう肘ついちゃってね、かなりラフな格好ですいません、はい、こうしないと映んないから全員ね、うん、まあこれはね、これからちょっとあの水どうやって片付けるかこれから議論したいと思います、気をつけて捨てないと大変なことになっちゃう、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。